通になんかいい感じになっちゃったね。なんかいや普通に買い物してただけそもそもデイトジャストとかデイトジャストデイデイトあの辺探してる方と思います。すごいいい、ね、めちゃめちゃかっこいいね。ケースがもうめちゃくちゃいいですね。一目でわかる。あ、ね、でも本当そうなんですよね。ノスタイムさんなんですけど、はい、韓国のヴィンテージロレックスのコレクターさんで、はい、どうですか鈴木さん。すごいお似合いです。本当ですか。はい、ちょっと言わされてる感じがそんなとんでもないです。これかっこいいわ。さあじゃあ今からねちょっとクラウマニアックスに行きたいと思うんですけど、はい、さっきだったこれそろそろ来てよちょっと。あ、これ、うん、せっかくだからね見たいよね。うん、ヤギも、うん、ヤギもユナも来てるしじゃあもう一回じゃあヒルズ行って、うん、着替えましょうか。着替えましょうか。トイレはね、はい、行きましょう。はい、着替えて。着替えてきました。なんかおしゃれじゃん。うん。シンプルにジムで使う部屋も欲しかったね。ね、すまないね。うん、そうだね。普通になんかいい感じになっちゃったね、なんか。いや、普通に買い物してただけそもそも。あ、まあ、元々、確かにこれに出るという予定ではなかったですね。そうそうそう。次、クラウンマニックスさん。うん、はい、早速行きましょうか。これある？この服で行っていい？大丈夫？大丈夫です大丈夫ですか？全然大丈夫です。許可取ってあるんで。完全にユニフォーム、うん、クラウンマニックスに着きました。はい、前回一度阿部さんと一緒にコラボさせていただいていろいろとヴィンテージのお話を聞いたんですけれども、はい、今回もちょっと久々にいいまあ、ヴィンテージの時計紹介していただいたり、はい、今どういうものが売れてるのかとかっていうのを聞いていきたいかなと思いますので、はい、早速行きましょう。行きましょう。こんにちは。こんにちは。失礼します。失礼します。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。クラウンマニアックスさんに来ました。クラウンマニアックスの日々と申します。日々さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は日々さんにヴィンテージロレックスの、まあ、素敵な答えを少し見せてもらいたいなと思って来ております。はい、じゃあちょっとよろしくお願いいたします。最近どうですか、あのヴィンテージロレックスの動きというかお客様の反応とか。あ、まあ相変わらず好きな人は好きでというかあの固定の方とか新しい方とか結構買ってくださってますね。意外と若い方来ます。はい、若い方、若い方でもまだ30代ぐらいの方。なんか新しいのはちょっと大きいし、はい、あのヴィンテージのやつで考えてるんですっていう方って結構いて、おさかりだとか、はい、そういうのが GMT あたりも好きですし。なるほど。デイトジャストとか、デイトジャスト、デイデイト、あの辺探してる方って結構います。ヴィンテージロレックス。いいですね。でも、うん、なんかこうやっぱりその30代ぐらいの方がどん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 この興味を持ってくれるっていうのは我々としても非常に嬉しいですし、もちろん現行モデルも素敵なんですけど、ね、ヴィンテージの時計を好きになってくれてる、興味持ってくれてるっていうのはすごく嬉しいなとやっぱ思いますよね。だからそういうなんか今日々さんからのお言葉を聞けて、あ、それは嬉しいなって、シンプルにまあ時計業界的にはやっぱ嬉しいことですよね。どん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 やっぱりそういう若い方が好きになってくれるっていうのは。でもね、昔とはちょっと入り方が逆かもしれない。昔はなんか、はいはい、あのヴィンテージは一応現行より安く買えたから、はい、なるほどなるほど、はいはいはい、今は逆に現行型を一回持ってみてこっちのヴィンテージに来る人も結構います。あ、それコミットも多いよね。そうですね、現行からヴィンテージ、現行で安心してたくさん使っていいって分かって、うん、ちょっとヴィンテージ買いたいっていう人も多い印象です、うん、そうですね、やっぱり人と被っちゃうのもあるかもしれないし、はいはい、いろんな多分理由はある。そうですね、うん、その現行最初買ってたやつを売ってもうヴィンテージに変えるっていう方も正直多い印象はあります、うん、あと早速、まあ、今回今素敵なラインナップあるんですけれども、この中から日々さんが今おすすめするちょっと答えをご紹介していただいてもよろしいですか。わかりました。お願いします、はい、では早速、はい、日々さんおすすめの答え、今日は2本ですか。そうですね、はい、ちょっと紹介していただければと思います。わかりました、はいはい、1本目は、はい、あのおなじみアカシード1665ってですね。アカシードです。アカシードでございます、はい、アカシードですけど、日本で発行されたギャラがついてたりとか、はい、フルセットの個体なんですけど、
ケースとか、はい、ベゼルとか全体的な雰囲気がね、すごいいいんですよ、ね、めちゃめちゃかっこいい。ケースがもうめちゃくちゃいいですね。一目でわかる。あ、ね、でも本当そうなんですよね。なかなかこの状態で出てこないんで、うん、ベゼルのこの色味の体色もすごくかっこいいなっていうのは、うん、本当思いました。そうなんですよ、独特な色味。これはネイビー、はい、まあ、グレーネイビーとかですか。ネイビー、そうですね、いわゆるマーク3ベゼルっていうと、はい、年式なんですけど、はい、それってこういう退職しがちなんですよ、うん、グレーとかブルーっぽい感じで、うん、自然に退職してきたんでしょうねっていう、うん、ナチュラルな感じで、僕自身もこれ結構気に入って気に入ってる。まあまあまあ、こんな一人でやってるんでね、はい、気に入ったものばっかり置くことになっちゃうんですけど、あんまりなんか好きじゃないのやってもね、はいはい、しょうがないから、自分がやっぱり納得していいなって思うものを取り扱えられてるってことですね。うん、そうですね。しかもこれギャランティーの日付すごいですね、はい、そうなの、これ面白いんですけど、気づきになられましたでしょうか。さすがです。だって僕、うん、いや、たまたま生まれ年の保証書だなと思って、はい、でもそんなことありえないだろうっていう年式的にっていう、うんうんうん、そうなんですよね、はい、73ぐらいかなっていうところなんですけど、はい、販売年はなんと1988年。88年、製造された73年4年ぐらいから実際に売られたのが14年後ぐらいってことですよね。そうなんですよ。だから店のオーナーが持ってたとか、あ、バリバリの長期在庫だったのかとか、いろいろなんか、そうですね、そう、でもおかげでこのグッドコンディションだったかもしれないですよね。あ、そうですよね。確かにね、あれなんですよ、88年とかになってくると、はい、状態いいですもんね。いいですね、明らかに違う、ま、そこの10年は。 そうですね、そこはありますよね、うん、だからそれもあって状態保たれてるっていうことなのかもしれませんね。インデックスも焼けてるし、最高ですね。焼けすごいです。焼けかっこいいですね、うん、結構この針ともちゃんと揃ってたり、はい、色味合ってますね。ミーナスポイントも揃ってたりとか、均一、うんうん、ですね。うん、なんかね、赤シード好きにはたまらない一本かもしれない。本当コレクター財布というか。ね、なんか一緒に持っといてほしいですよね、これもね。なんかね、箱ギャラ付き。箱ギャラ付き。箱は、箱は、そう、箱もなんかちゃんとシール付きで。本当だ。そう、これシールついてるついてないが結構。確かに。大きいですよね。シールついてるんですか、はい。すごい。マニアの人たちはここがね、ポイントになってくるんで。ポイントにするんですよ、皆さんも。こういうところ。そうなんですよ。なんで、まあね、クロノメーター証明書もついて、はい、これもついてっていうことで。やっぱお高いんですか、これは。なかなかのお値段。なかなかのお値段。もしかしたらこれ見てほしいっていう方もいるかもしれない。ね、お願いします。いや、金額でちょっと教えていただいてもいいですか。はい、税込みで780万円でお話してます。はい、いい雰囲気を持った、しかもギャラ、箱もついたもの、ないはないと思うんでね。バキバキ。そうですね。うん、1本持っといてもいいかなっていう、ね、コレクターの方ぜひお問い合わせお待ちしてますこちらの番号宣伝みたいになっちゃう。すいません、ありがとうございますさあ、じゃあ続いて2つ目お願いします。はい、ありがとうございます。これはまた八木さん珍しいですよ。珍しいやつです。はい、5508っていうサブマリーナのリューズガードなしの最終型ですね。5508サブマリーナです、ね、サブマリーナ。この個体僕も見た時に、はい、ちょっとうおってやっぱ思いましたね。そうですよね。こういうの好き。とりあえず見た目のインパクト。見た目のインパクト。これだけね、ブラウンにチェンジしてて、うん、焼くことかの雰囲気もね、はい、年月経ているぞという感じですね。でさらにその5508自体でも、これってあのクロノメーター表記が入るタイプです。5508、僕らは4ラインとか言うんですけど、はいはい、クロノメーターが入るっていうのがすごく珍しくて、そう、皆さんご存知の通りでサブマリーナ自体はちょっと高級時計の範疇とは違って、スポーツウォッチなんで実用性の時計、はいだったんですけど、はい、そこにあえてこのクロノメーター規格っていう当時あの高級時計の、制度保証で入っていたクロノメーターの規格を通して出してきているというちょっと変わったモデルなんですよね、レアなんですね。本当に数は少ないです。数少ないですね。はい、5508の4行、しかも特徴がもう見てここしかないんですけど、はい、おブラウンですね。ブラウンすごいね、これ、うん、ブラウン通り越してゴールドみたいな。ゴールドね、ちょっとつけさせていただいて。あ、もちろんです、もちろんです。全然思わずなんか他の時計屋さんで時計つけるって新鮮ですかっこいい。かっこいいですね、これ。これやば。ケースも薄いんでいいですね。
そうなんですよね。つけやすい。そうなんです。意外と5512とかとは少し違った雰囲気ですよね。これもなんかベゼルの色がちょっと、そうですね、確かにちょっと変わってます。ちょっと変わってる、うん、これかっこいいな。どう、意外と口に合ってます。ちょっとこのユニフォームがね、ごめんなさい。いやいやいや、全然ちょっと合わないんだけど、でもめちゃめちゃかっこいい。これいいっすね、光とこれね、こういうなんか唯一無二の時計は惹かれますね、やっぱり。いや、ありがとうございます。ヴィンテージのいいところですよね。いや、本当そうなんですよ。じゃあこれ、はい、ちなみにいくらぐらい、やっぱこんだけ嫌でね、こんだけいいっすね。ちょっと欲しいななんて思いつつも、まあすごい、まあお値段気になるところなんですけれども、はい、じゃあこちらはもう税込み999万円で、おお、はい、999万、はい、まあ、1000万円を切る切る価格で、キュッキュッキュで、キュッキュッキュッと、なるほど、切りたいなと思ってます。そんななんか優しい感じの値段ではないですか。まあそうですね、ちょっと、まあ、そうなんですけど、やっぱりでもなんとなくその海外の相場とかと見てみても、はいはい、999万円って、うん、自分の中ではかなり安いんじゃないかと思っているんですけどね、実は。この辺りのレアなピースも揃ってますんで、まあ、これもね、ちょっと動画見てもしかしたら欲しいって方もいるかもしれないんで、よろしくお願いします。大丈夫ですか？はい、でもあの、ね、ぜひちょっと気になる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。お問い合わせ、ね、いただければと思います。はい、すいません、急に、ありがとうございます。させていただいて、まあ、こんな変な格好をしまってしまったんですけれども、すごく魅力的な時計で、どうでした、根本さん。倉本さん、初めて来たと思うんですけど。あ、そうですね、やっぱりこう、なかなかコミットでも見かけることがない時計が置いてあったりしてたので、うん、はいはい、やっぱりいろいろお話聞けて嬉しかったです。あ、よかったです、はい、空間もいいですしね、そうですね、青山でこんな落ち着いた雰囲気で、あれですかね、一応アポイント制ですかね。あ、そうなんです、今ちょっとアポイント制でやらせてもらってて、はい、ではクラマレックさん来る際は一度お電話でご予約いただいて、ね、という形で、はい、まあ、ゆっくり見れるというところですよね、うん、そうですね、はい、いや本当に日比さん、今日は素敵な時計のご紹介、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということで最後に、はい、5W さんに来て、まあ、ノスタイムっていうブランドのカーベルトをちょっと買いに来ました、まあ、早速行きたいと思います。はい、ということで、最後にこの 5W さんに来て、僕のカーベルト、根本もカーベルト買うかな、はい、そうですね、選ぼうと思います、はい、ちょっとそろそろ秋なんで、はい、カーベルトを選んでいきたいかなと思います。まあ、この 5W さんで取り扱っているノスタイムというカーベルトを選ぼうと思っております。で、もともと 5W さんはフィリップスさんが一応コンサル担当している会社ということで、コミットがフィリップスさんとお取引があるということで、ちょっと今回このカーベルトを教えていただいたので、見に来たという形でございます、はい、で、今回カーベルトをご紹介していただく鈴木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと急に来ちゃって申し訳ないんですけど、とんでもないです、はい、まあ、このノスタイムについて教えていただければと思います。はい、ノスタイムさんなんですけど、はい、韓国のヴィンテージロレックスのコレクターさんで、はい、その方がヴィンテージロレックスに合うようなストラップを自分で作り始めたっていうのが最初で、はい、グレインカーフでしたり、はい、ファブリック、はい、いろいろ種類、フィーバックとか、ね、そうですね。ノスタイムさんは、できてどれぐらいなんですか？今6年くらいです、ね、6年くらい、はい、日本でこれ買えるのはここだけですか？ここだけです。おー、すごい。オンラインとかも買えない？オンラインショップでもうちだけになります。あ、そうなんですね、はい。まあ、ヴィンテージを、ね、好きなコレクターが作られてる、ブランドということで、ヴィンテージロレックスに合いそうなの本当多いですよね。そうですね、なんか雰囲気があるやつが多い。ちょっと渋めというか、ね、渋めのところ見せて、はい、種類も多いし、まあ、あのコミットのね、ご利用いただいているお客様も結構ヴィンテージロレックス、セミヴィンテージ、このあたり好きな方多いと思うんですけども、そうですね、まあ、より合わせやすそうなカーベルトが多いなっていう印象です、うん、はい。これサイズとかは結構種類はあるんですか？その ラグのサイズですね。サイズは3種類ありまして、はい、18mm、19mm、はい、20mm の展開になっております。まあ、あの王道なところは一応抑えられているという感じですね。そうですね、いいですね。素材もいっぱいあるし、我々の時計をこうトレーに置いて、はい、ちょっとなんかドキドキしますね。やっぱこう選ぶとき一番楽しいんで、
そうですね、はい、でもやっぱり種類たくさんあるんで、一回鈴木さんに、まあ、今このノスタイムさんで売れてる、まあ、売れ筋のカーベルト、まあ、素材もそうですし、あと色目ですね、ちょっとどれが売れてるのか3つぐらいベスト3ぐらいで教えてもらえたら嬉しいです。ベスト3で、はい、はい、分かりました。革じゃないんですけど、はい、パンプっていうファブリックでできていて、はい、こちらは日本の方もそうなんですけど、はい、海外の方にもすごい人気がありますね。いいですね、パンプ素材、はい、確かにいいですね、このファブリックの感じが、かわいい、色味もかわいいですね。ありがとうございます。これ人気、人気です。おあ、これお人気なのと、私がこれおすすめなんですけど、はいはいはい、ヌバックで、ヌバック、グレーっぽいヌバックですね、ちょっと明るい、そうですね、はい、いい、いい質感、経年変化でこの色になるので。え、これ同じですか？そうなんですよ。本当ですか？全然違う色ですね。使ってて楽しい革になりますね。結構ブラウンっぽい、ブラック、ブラウンっぽい感じ、うん、そうですね、全然違います、これすごい、こうやっぱこういうのはカーベルトのいいところ、面白いところですよね。すごく面白いです。え、これどれぐらいつけててこんなぐらいになったんですか？これは1年くらいですね。1年でそうなるんですか？そうなんです。ちょっといいですね。かなり味が出る。味が出ますね。で、これも人気。まあ、人気あとおすすめ。そうですね。まあご自身がね、やっぱり経験されてますからね。はい、あ、なるほど。これ。はい。はい、あともう一つ。選ぶとなると。これ、すごく合わせやすいんですよね。はい、これ。はい。はい、ブルー。ヴィンテージロレックスに合うところですよね。確かに。いいですね。皆さん、この辺はちょっと注目しつつ、じゃ僕らもちょっと選んでいきたいかなと思います。はい、これいい色出すんで、違う色は一応つけてみよう。はい、これも普通にどれ、あー、おしゃれだ。ヌバックは変わるんじゃない、わかんない、これね、もういい。そろそろ決まりましたか？だいぶ悩んでますけど、やっぱね、悩みますよ、これだけあるとね。いいやつ多いんで、八木さんからいきますか。お願いします。僕が選んだ革ベルトはこちらでございます。じゃん、鈴木さんおすすめのヌバックの革ベルトです。はい、ありがとうございます。はい、もう鈴木さんのそのね、経年変化に心が躍りました。まんまと鈴木さんの手に乗せられました。絶対これを売るべくしてその時計をつけてきたっていうおすすめのね、おすすめのやつに。まあでも、はい、これかっこよさそうなんで、これでいきます。じゃ続いて、根本くん。来た。じゃあ僕が選んだのは、こちらです。ブラックのカーフベルトです。はい。ブラック。はい、そうですね。なんかでもカーフだけど、ちょっとこう、味がある感じだね。そうですね。これもさっきあのちょっとお話聞いて、うん、あのまあ、使っていくと、ツヤツヤのブラックになるっていうのを聞いて、こうあの GMT に、うん、合いそう、まあ、合うかなと思って。確かに。はい。じゃあカーベルト取り替えましたので、はい、早速ちょっとつけていきましょう。はい、おお、できました。いいっすよこれ。どうですか？すごいお似合いです。本当ですか？はい、ちょっと言わされてる感じ。そんなとんでもないです。これかっこいいわ。ちょっとまた気分を変えて。そうですね、ね、本当新しい時計つけた気分というか。ありますよ皆さん、はい、本当新しい時計にね、出会った感じになりますんで、はい、値段聞いてなかったんですけど、はい、いくらなんですか？こちら一律で1万3200円に税込みで。1万3200円、はい、このクオリティで。はい、確かにそうですね。ギリギリです。ギリ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 ですか。そうでしょうね。こうお求めやすい魅力的な価格ですね。ありがとうございます。なかなかないんじゃないですか。そうですね、もっとするかと思います ね、やっぱりカーベルト相場でいくと3万円とかね、やっぱ4万円とかするイメージありますけれども、まあ、既製品でこの金額で買えるっていうのはすごくいいですね。ちょっとたくさん使って、この使った感想もね、今後お伝えできたらと思います。そうですね。はい、じゃあ最後にちょっと鈴木さん、お願いがございまして、この動画を見てくださっている視聴者の方に何かご購入いただいた際にプレゼントとか何かいただけないでしょうか？そうですね。ぜひお願いします。せっかく来ていただいたので、ちょっとしたプレゼントになるんですけど。いいんですか？お、何が出てくるんですか？こちらのおお
時計を持ち運びできるハードケースなんですけど、はい、こちらを先着、はい、5名の方に。素晴らしい、ありがとうございます。すごい、これはカーベルトにした場合は絶対必要ですよね、うん、そうですね。普通の、ね、ブレスレットとかだとコンパクトなメガネケースみたいなのでも大丈夫なんですけど、カーベルトの場合は伸ばしますんでね、うん、そうなんですよ。これすごいですね。なんかラップみたいなの貼ってあるんですか？医療用のラップみたいな。あ、すごい安定しますよね。そうです、ちょっと真空になる感じで。そうです、すごい。お家で保管する時もすごく便利なので、はい、いいですね。これを先着5名の方に。5名の方に、ありがとうございます。はい、じゃあ皆様、コミット TV を見たと言っていただいて、カーベルトをお求めいただいた方にハードケース、こちらをプレゼントということで、はい、こちらのカーベルト購入するのは基本的にはもうこの 5W さんからしか買えませんので、住所はね、この後概要欄に載せますけれども、モスタンド青山にあるこの 5W さんに実際に来て予約して来ていただければ、こちらのフロアでご案内してくださるという形でよろしいですかね。はい、要予約でお願いします。じゃあ電話予約で大丈夫ですか？はい、はい、電話予約で鈴木さんが出てくれると思いますので、はい、今回は私と根本くんがカーベルトのノースタイムさんで買わせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしたか？まず八木さんの休日企画に参加できるっていう喜び。そんな大した喜びじゃないだろ、お前。そこがあります。しかもたまたま会っただけだから。そう、いや、たまたま会って AP ラボ行って、ね、いろいろ行かせていただいたんですけど、うん、いい休日になりました。本当、はい、ありがとうございます。前回やらせていただいた時に、まあ、ありがたいことにお客様から、ね、反響をいただきましたので、ちょっと第2回目ということで、ね、だいぶ空いちゃったんですけども、まあ、今回やらせていただいて、で特に今回は時計屋さんとか、はい、カーベルトだったりとか、まあ、AP ラボもそうですよね、この辺もすごい勉強にもなりましたし、面白いなっていうのを改めて感じましたので、皆様原宿、表参道、青山、この辺り歩かれる際はちょっとね、この動画を見ていただいた場所とかに行っていただけると嬉しいなと思います、はい。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。